2月19日、佐伯区の石内福祉センターで子ども体験広場紙飛行機大会がありました。今からがパチパチとついてるから、切り抜く方を押さえて周囲の紙を引っ張って外してください。今回みんなが作ったのはペーパープレーンと呼ばれる紙飛行機。あらかじめ台紙に切れ目や折り目が入っているので、初心者でもよく飛ぶ紙飛行機が作れます。指導したのは紙飛行機おじさんこと中野明さん。 T の字になり、もう少し戻してやって、もう少し中野さんは2000年に広島紙飛行機を飛ばそう会を結成し、紙飛行機の競技大会や教室を開いています。紙飛行機作りで大切なことは、平らなところでしっかり折り込むこと。翼や尾翼をまっすぐにすることで安定した浮力が得られます。作業開始から30分、ようやく完成しました。できたね。できた。すごいかっこいい。かっこいいね。完成したのはスズメバチを意味するホーネット。まずは練習です。紙飛行機を飛ばすときは人の顔に向けない、回収するときは人や車に注意する、放置してゴミにしない、3つのことを注意し楽しみましょう。練習も終え、いよいよ測定会です。今回は飛行距離で争いました。最も遠くに飛ばしたのは石内小学校の上野春人くん。はい、楽しかったそうです。はい、第2位はまたやりたいです。はい、距離がね、競えたんで、多分子どもたちも楽しめたんじゃないかと、こう思います。